清水藤枝。いや静岡同士のね。ま、そうなんですよ。三国対決って言うんですもんね。うん、はい。いや、そうよね。うん、まあ、要はこの両チームに関してはめっちゃ点取ってるって軍なんですから。そうですね。ここは打ち合いの様子が。いはいはいはい。いや、清水も息吹き返してきてからは負けてないんですもんね。負けてないです。すごいな すごすぎるんですよね。ね藤枝はちょっとね、失速気味のところも今あるというところで。そうなんですよここでひっくり返したいね。うん。ええ、正直ね、まず僕はこの試合、うん、あの、藤枝の、まだ誰かはわからない、うん、とある人がキーマンになると思ってるんです。なんういうこと っていうのは正直本当に誰になるかがわからないという話になっちゃうんですけど、実はね、この,あの今、前説スタメンのところに書いてある選手でもあるんですが、うん、実はあのボランチの杉田正彦選手が、実は長期離脱ということになってしまいまして、お、うん、そ,えそうなんらく今シーズンはもう戻ってこれない形になってしまったんです。うん で、何を言いたいかというと、その杉田選手が実は、ボランチで出た試合っていうのは、勝ってるんです、はいうん、藤枝って。うんうん、で、だけど、ボランチじゃないところで出たりだとか、あの、いわゆるおべあの、ベンチからのスタートになった試合っていうのは、実は、藤枝勝ててないっていうデータが残ったりだとでするので、杉田選手に代わる選手がじゃあ誰になるのか、その選手を、須藤監督としても、こう、抜擢することができればっていうところに結構かかってくる部分は、あるのかなと、思います。はい。 まあだからチームとしてもそういう状況ではあるので、ここでだから誰がその役をこう、その任をこう任されるのかまだ分かりませんけど、その人に結構かかる部分、清水からしてもその人のデータ多分ないでしょうから、そこにかかってくる部分が結構でかいんじゃないかなと思っております。はい。あとは前節9点取ってますからね、単純に清水は。そうでした。めちゃくちゃやばいですからね。はいはい、忘れちゃいけない、ここは。うん<ー>。藤枝さんお気をつけくださいと。う,ね、うん。うん、藤枝さん3に行ってほしいですよね。 そうですね。打ち合ってほしいな、このゲームは気持ちよく。ここはちょっとハイスコア気味な感じありますですね,ね。どうでしょうか、ということころで。はい。はい、ということでございます。はい、これ楽しい。